こんにちは。はい。教務主任の高田直子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。意外と緊張も違えただった。です意外と下手ですだね。このネタも少し上手かなと思ったんだけど、はい、はい、今年からね、教務主任ということになりました。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ高田先生の5年でやりたいことですね。はい、じゃあまず仕事の方ですね。はい。はい、仕事の方では、はい、去年からの職員室に入って、はいはい、お仕事をするようになって、はい、ちょっと苦手だったパソコンにもちょっとすごくこう触ってる時間が増えまして、はい、パソコン教室なんかに行って、はいはいはい、ワードの方から少しこうできるように少しずつなってきたんですが、はい、やっぱりエクセル、エクセルが大事というところで、エクセルを今年なんとか、はい、ちょっとできるようにマスターじゃないんですかそこはなりたいなと思って頑張ろうかなと思っています。いやちょっとなんですか、もう私の仕事が格段に減るかなと思ったんですが、まあねエクセル覚えると本当いろんなことできますよね。そうですね、はい、まだ全然ね、いろんなところができるっていうのが想像できないです。エクセル開いただけで、あれを見ただけでこれがどうなるんだろうっていう感覚的にあれ掴んじゃうとね、生きてるってすごくいろんなことできて使いやすいので、ね、私はワードより好きなんですけどね。先生そうおっしゃるんですけど、そうですね、はい、はい、じゃあもう来年度ぐらいからはエクセルのことは高田先生にということになるので、ゆえに私本当に給料だけもらいで幼稚園にくれるように、なんないですかね。ダメですか。そうですか、わかりました。はい、はい、じゃあプライベートの方では、はい、プライベートではお城が好きなんですね。お城、はいはいはい、日本のお城が好きなんですけど、そうですよね、はい、なかなかこういろんなとこまだ行けてなくて、こう一つか二つ、また行けるといいなって、お城巡りの旅にちょっと行ってみたいなと思っています。はい、今高田先生が行きたいお城ナンバーワンも、今私は熊本城と、はいはい、白鷺城、白鷺城、はい、はいはいはい、姫路城に、はい、行きたいなと思っています。姫路城綺麗になったんでした。そう、去年になってまだ行けてないので、はい、うん、そこ行ってみたいなと思っています。はい、じゃあ今まで行ったお城の中で、はい、ここ私好きだわってお城、私が一番好きなのは松本城、はい、松本城、はい、はい、すごい好きで何回も行ってるんですけど、はい、お城が好きだからいろんなとこ行きたいと思っててもどうしても松本城に、ああ好きだからね、はい、いろんなとこってまず松本城行きたいってなってます。松本城のどこが好きですか。佇まいっていうか、カラス城とも呼ばれてるんですけど、はいはいはい、色の感じと、はい、あと街の中にあってもこう整然としたこの雰囲気と、だから私昔はきっと姫ではなくて足湯かなんかでこう眺めているああいうのだったのかな、先生はすごい前はそういうのだったのかな、お城を下からこう見てると落ち着くような感じが、あ、はい、そうなんですね、はい、嘘でも大奥の感じがいいですって言っておけば姫になったかもしれない。あ、そうですか。はい、じゃあそういうところでね、お城巡りも、はい、またしてお話を聞きたいと思います。はい、はい、今年度またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。